こんにちは、カラースパイスの小林です。今日はクリスマス、そろそろクリスマスですよのグッズを作っていきたいと思います。では今日はゲストの方がいらっしゃってます。はい、ゲストです。ゲストです。あ、山田です。よろしくお願いします。山田さんです。よろしくお願いします。はい、今回もいろいろちょっと DIY を教えつつ、なんか物を作っていきたいと。お願いします。よろしくお願いします。はい、一緒にやっていきましょう。この本に使っている塗料がほぼほぼ田中さんなのよ。あ、うちだったんですか。もうほぼほぼ。すいません。じゃあ最近の出たやつってどうですか。最近ね、てか今撮影している本があるのよ。これ古い家具をぶっ壊して、そう、ぶっ壊して何かを作るっていうテーマで200ページの作ってるんですよ。ここにがっつり使ってるのが密着くんですよ。あ、密着くん。そう、家具の上に色を塗るためにもう必須なのが密着くん。あれを塗っちゃえばあと一手間何もない。あとで写真を入れようね。入れましょう。それで ここほらアーミー、アーミー、俺もアーミー、はい、その方にもアーミー出てるんですかね。アーミーね、一冊前に使った。あ、本当ですか。弾薬の箱作った。で今日は小林さんが今作りたいと思っているイメージのものの DIY の部分は僕が担当する、はい、形になるまではやっていく。僕がやる、はい、で形になった後の最後の仕上げは小林さんの素晴らしいテクニックを入れてもらって、はい、分かりました。作っていくよ、はい、で今日作るものトントンして私が塗るという感じです。でも最初に見せちゃおう。もうこれいや、いいんですもう冒頭で。後で編集上どうなるか分かんないんですけど、これが完成品。僕はね、1週間ぐらい前に小林さんにこの塗装していない、本体を渡したんです。3日でやりました。3日でね。でも3日かかってんだよ、この塗装に。その塗装の技をこの後に披露してもらうんだけど、すごい技が入ってるから言ってました、ね、で今日はこれを作りますよ。基本となる箱、この箱の作り方をこれからやりますよ。はい、こうつけた時に板の厚みが薄いと意外と取りやすいんですよね、ここはね。そうです。だからこうつけるには接着剤だけでは難しいんですよ。難しいです。こういう細い角材ね、これを使ってここに接着剤つけます。これ乾くまでこうやってクリップ でこの指輪を入れる穴、その開け方の説明します。まずはこの板が動かないように止めます。今回使う切りがこういう切り、直径2センチの穴が開く切りです。サイズがこれ今5センチなので、このセンター25ミリね、ここにちょっと中心つけるだけです。ここに中央ですね、開ける。これは1回の穴を開けることで2枚穴が開いちゃうので、超お得よって通販で言いたいぐらいだよね。ここ穴開けるよ。これで今穴が開いたんです。この輪ゴムで、仮押さえします。でそれとは別にもう一個電動工具編を教える。電動工具、これをカシンと入れるよ。出来上がりました。でそこなんだけど、本当は同じ板でこう底板作ってもいいんだけど、今これ枠組んだのが完全にこう寸法通り全部いかないと思うんですよ。でこれデコパネ、これがねめっちゃ便利なのよ。一応ちゃんとあらかじめこの大体の線に切ってあるんだけど、はい、こう入れるんですよ、こんな感じで。こっちからギュッと押すんですよ、こっちぴったり指で。これでもう底になっちゃう。じゃーん。さっきの1個があっという間に24個に変身しました。ちゃんと僕は数日前から夜鍋して作ってたので、今日のためにね、こんな感じで見立てようと思います。そのためには枠を入れなきゃいけない。例えばこういう枠をこの間に入れるじゃないですか。こう入れて、でさらにこの一個一個のところに隙間を開けるためにこういう木を挟んで。これも5センチの長さでカットする。これはね52ミリ。この52ミリぐらいちゃんと耳に取っておけば引き出ししやすくなる。で次にこの作り方。
これを箱に1個につき1枚こうやって挟むなと、こういうふうに、あ、最初分かりやすくちょっと上にしとこうか、最初上にしててもいいや、分かりやすくね。だからまず最初はこの一番端をもう決めちゃうの。順番にここから箱1個入れる、スペーサー1個入れる、この縦枠、よし、これで今すべての内臓物が入った状態で、ここから全部抜くよ。スペーサー抜く、スペーサー抜く、抜いた。で、これでスペーサーも抜きました。でもこれで箱は普通にちゃんと抜きますか、この状態で。素晴らしい。あの幹の部分は後でまた説明します。これで今21までいった。21です。木のフォルムをイメージしてフレーム作ろうと思う。これからやろうとする作業の手順って一切メジャー使わないんですよ。だからメジャー使わないですか。使わないんです。真ん中を中心にして左右対称かって言われても対称じゃないですか。今これはまあざっくりとね、あの大体の長さで切った板ですよ。同じ長さの板2枚、はい、これは一番上をこう、まあ、頂点を合わせた時に多少ここから少し出っ張る程度、こっち切り落とすので、その切り代があるぐらいの板をまず用意する。手でギュッと押さえる。こうやってギュッとこう、このままだとあの止めができないから、こう切りたいのよ。この板と平行になるように斜めにしてカットして、その時にもうメジャーは使わない。たったこの角棒1本、これをここに置く。こっちの横に木に添えて、ここに印をつける。いいだね。この印がこっち側の横のこの辺と平行な線、ここにあの目安になる線を引いておきます。これをこれから切るんですよ。これを縦に、さすがにタッカーがね、ピンネイがきついのでこう入るんですよ、ネジが。こう下に開けたら1本ネジが打っちゃう。よし、これで今頭が決まった状態。次は今度最後の下のつなぎです。下にこういうふうに板入れるんですよ。板入れるんです。もう切ってあるんですけど今言ってる意味わかりますか。この角度一緒なんですよ、ここと。あ、一緒なんですか。一緒なんです、これ。それを両サイドに落としただけ。落としただけ。よし、まった。三箇所切り落とします。ここからいくよ。じゃあ最後にこの三角形の、ここにこう三角形来るじゃないですか。この三角形の土台になる幹の部分ね、今さっきあの3個まだアドベントボックスが入ってないので、重要な22から23、これなかったらクリスマス来ないよね。来ないです。3日前で終わっちゃうんだ。3日前で終了しました。これはもう見た通り難しくないです。もう直線に切った板の組み合わせだけなので、一番下は、まあ、ちょっと土台っぽい板です。倒れないようにするためにちょっと重たい木使ってますけども、お家にある肌色も大丈夫。表から見えたんですね。で、裏板がないと箱がストーンと後ろに抜けちゃうので、これあのもう裏って書いてあるのは僕が3日前に作った板です。これまだあのこの後色を塗ったりするので、一旦ここでテープで仮止めだけしますね。これで上の、三角形の部分と下の幹の部分、これが完成しました。これ両面テープ貼ったら抜けちゃう。こっからいよいよ仕上げをお願いしますよ。僕は横で見てますからね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここを今何にもされてない状態なので、なるべく汚さないようにマスカーというので養生していきます。これですね。これが折りたたまってるので、折りたたみのやつをビリビリに感じですね。でもこれが一番楽でいいね。楽です。全部色を塗っていくので、で箱は出しちゃう感じ。箱出しちゃいます。はい、取れました。取れました。で、後ろもこれはまた
違う塗装をしていこうと思います。はい、これ鉛筆のあれですね。そうです。油性のペンとかでやってしまうとこう消せないので、あと大変なんですよ。なので鉛筆でやっぱりこうやっていった方がいいですよね。そうですよね。でここからワックスをかけるんですけど、今回使うのがこの2色です。ホワイト&ホワイトですこのオールドウッドワークウォーターベースコートっていうシャバシャバした水のやつです。でその後にこのホワイトのワックスをかけていきます。適量適当。まずどれくらいかってちょっと見えないところから始めた方がいいと思って、裏から少し。これ塗るのは1回でいいの？1回塗りで。1回でやっちゃいます。よいしょ。でこんな感じです。ワックスさん。ホワイトですね。あ、すごい伸びがいいね。ちょっと女性が好みそうな色を使って。感じになりましたね。うん、やっぱ白のペイントとは違うね、味が。真っ白っていうよりか少しほのかに木の温かみがある、うん、確かに。こうですね、こういう風にするかっていうと、なんかこう全部開けた時に、あ、ここ見えるじゃん、ね、見える。じゃあそっちペイントしようかなって。こう箱抜いたらなんか見える、なんか何かがここに出てくるんだ。出てくるっていう風にした方が面白いかな。ちょっと何使うんですか、塗料的には。はい、みんな大好きスノーホワイトミルクペイントです。ちょっとずつ色を重ねて参ります。いい、まあ、ここら辺は超適当です。全部塗る必要はないんだね。縁だけ塗る感じ。縁だけ、最後は周りの縁の部分は結局沸くんで消えちゃうので、うん、確かに確かに。少し真ん中あたりだけやっていきます。うん、トリトンブルーが一色ベースで入りました。一色ベースで入りました。じゃあちょっとブルー系から始めましょう。これも好みの話ね。好みで。ここからスポンジでやっていきます。これって台所のスポンジ？台所のスポンジをカットしてます。こういう風に慣らしていきます。ちょっとです。ライムミント、いい感じだね、それね。いい感じになっていくと思います。なのでスポンジを使い分けるのもありなんですけど、使い分けなくてもこういうスポンジ系はいいかなってことです。マスキングを入れてます。これはこの後文字を入れていきたいんですね。じゃあさっき言ってたその引き出しを取ると出てくる文字が出てくるっていうのをやるのに必要な線のスタンプのベースとなる、これがターナーのから出てる真ん中ツリーなんで、ちょっと上に星マーク、スプレーナーに55っていううちにあったやつを軽くでいいです。でそうすると意外にいい感じに密着するね。密着します。なんていうとライトゴールドを上からこれでおかげで叩くって感じでやっていきますね。だから本当にこう角を頑張ってやろうとするとはみ出ちゃうんですよ、うん、なので角は頑張らなくていいです。これで終わりです。剥がします。綺麗綺麗綺麗できました。こんな感じです。
最後、最後、これですね、塗りですね、あと24個塗っていきたいと思います。アンティークコーラル、綺麗。1からこれを貼って、また同じように いいじゃないですか。山田さん、塗り終わりました。すごいね、ずっと僕は横で見てたけど、いや、小林さんの技いっぱい見せてもらって。見えますかね、文字。この文字ね、まあ、これは実際にはあの箱を全部抜かないと見えない文字だけど、そうです。これがセルフっていうところだけがここは、ね、これが最後のサプライズね。サプライズ。いいね。あ、これで24個入りましたね。入りました。いよいよクリスマス間近で。間近ですよ。でもこれ完成、すごい、素晴らしい。これで完成です。終わった。終わったね。大成功で、大成功で、お疲れ様でした。山田さんもありがとうございます。とんでもない、お疲れ様でした。チャンネル登録もよろしくね。